ポートポータルは、ウガンダ西部の町。伝統的なトロ王国の首都で、カバロレ県の県庁所在地である。元の名はカバロレであったが、1891年に、オムカマのカサガマが、ブニョロ王国からの保護を求め、フレデリックルガードと協定を結び、イギリス帝国の保護国とされ、イギリスエジプト領スーダンの赤道州総督となったエミンパッシャの遠征により、砦のラインが築かれた。 カサガマはこれを歓迎して、イギリス人の入植を認めた。1893年には、ルナードの命で、ロディオウエン大佐がムパンガの丘に壁を築いた。イギリスの高等弁務官、ジェラルド・ポータル教にちなみ、ホートゲリーに改名され、町には彼の像が建てられていた。カサガマが洗礼を受けると一時別レヘムに改名され、1900年の協定で、 イギリス特使のハリー・ジョンストンにより、ホートポータルに改名された。1914年頃には、イギリス人の入植地が拡大し、トリーデアとは、ゴルフ場のクラブハウスとなったり、コーヒーや、茶の農園が広がった。これは、イディアミンに追放されるまで続いた。住民ルーエンゾリ産地や、キバレ国立公園、クイーンエリザーベス国立公園、加工湖やセムリキ側に持ちい。 1993年に文化的復興が行われた。カランビ墓地はトロオケの墓所であるムパンガ市場。ありがとうございます。